なんとここでなんでクロエ対決になっちゃってんじゃん。まさかのクロエ配信、これ初ですね多分。バーサス、クロエで全員一応目指すと。そして出てきたのは相手もクロエと。これは超レアパターンですね。二度とお目にかかれない光景なのではないでしょうかと。無印7出て1週間ぐらいの時、竹彦のクロエと当たってしょられた。それは分からん殺しでしょうね。あれ、これワンチャン死んでんじゃないの。うまっ、ダメージアップして殺したやつですね。すでに全一の可能性全然ありますね。なんとも言えないですが、それとこれ